昔の美しい日本の風景が残る町、京都。有名な神社やお寺などたくさんの観光スポットがありますが、今回は京都を代表する観光スポットを巡って、その近くにあるおしゃれなカフェや京都のグルメをたくさん楽しみたいと思います。ということで、京都旅行3泊4日スタート。はい、こんにちは、長風呂です。3泊4日の京都旅行、最後の4日目なんですけど、帰る前に京都中央市場の近くにあるマグロが美味しいご飯屋さん、てかね、魚問屋なのよがやってる食堂にご飯を食べに来ました。魚問屋トトヤっていうんだけど、安くて新鮮な海鮮丼とかがあるみたいなんで、ご飯食べに行きましょう。店の外側は店頭販売もしてて、お作りとかプラス300円で中でさばいてくれたりして、お惣菜もね、中で食べれるみたいな。中は結構綺麗だね、寿司屋さんみたいな。やっぱメインはマグロだから、マグロメニューが多い。すみません、お待たせしました。こちら漬けになっておりますので、このままお召し上がりくださいませ。美味しそう。炙りとろ丼、あれで900円でかくない？いらっしゃいませ。漬けが炙られてる、このまま食べれる。めっちゃ脂乗ってるよ、うん、ありがとうございます。脂が乗ってる、染みてるね。でも脂がね、すごいとろとろっと最高すぎる、これ。はい、ご飯食べてきました。なんかね、めっちゃうまかったんだけど、このうまさと大きさであの値段、絶対に1000円超えてくるやつじゃん、普段だったら。やっぱり千葉の近くっていうのと、魚問屋ならでは安さだなって思いました。だからぜひ安くて美味しいマグロが食べたくなったら、このトトヤさん来てほしいなって思います。はい、ここはね、京都駅のお土産とかいっぱい売ってる都道っていうお店がいっぱい入ってるところにあるんだけど、マールブランシェってお店の抹茶のラングドシャ、お前もらって食べたことがあって、それがめっちゃ美味しかったので、お土産に買っていきたいと思います。はい、お土産買ってきました。マールブランドがシュでした。でね、これが普通の茶の葉っていうラングドシャで、こっちが夏物のホワイトチョコレートが練り込まれたタイプのお土産も一緒に買いました。はい、ということで京都旅行3泊4日できたんですけど、やっぱ有名なところも回れて、で美味しい京都グルメも散歩見られたので、すごく充実した3泊4日を過ごすことができました。またぜひ京都にも遊びに行きたいと思います。温泉旅館に行った気分を味わえる